ちょうど100個ね。はい、どうもつけ麺ズー、いっそ翔太、阿部ちゃん。はい、今日はですね、はい、餃子100個5分以内で食おうぜ。いける？5分ですもんね、はい、100個を3人で5分で食い尽くそうという企画でございます。もうガーッと食っちゃうんですもんね、3人同時に。そう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 、だからまあ別に箸使わんでもいいし、あらかじめもタレはかけてるんで、いやいけるか。いや、行こう。俺ら3人いたらいけますよ、うん、まあでも今しこべりだから腹の調子はいいわ、うん、5分タイマー、はい、はい、じゃあ行きますよ。うわ、怖っ。位置についてよーい、スタート。おいあっ、うまっ、うん、早っ。もう、うん、うん、うまいね、なんか、うんうんうん、やっちゃう。意外と皮が硬い。今で30秒。うん、無理ちゃうか。協力する気ある？いけるいける。口の中入れればいいから。誰このプラスマジ。5分って100分無理だ。まあ。腹いっぱい。これはきつい。うん、誰5分って言った。誰やった、初め5分って言い出したの。誰やった、俺は言ってないはずや。俺最初でも10分って言いました。そう、5分って言った。俺8分って言ったっすよ。そうあれ俺言ったような気がしてきた。5分俺言ったっけな。いや、いつまでなんですよ。5分やろうや。5分でええんちゃう。5分って聞いた時に、あ、5分でいけるんちゃうと思ったけど、初めに5分とは言ってない。あ、5分もしかしたらみたいな。10分は余裕かなっていうふうには。うん、そうやな、うん、そう、余裕と思ってたよな、10分、うん、もう過ぎちゃってるけどな。そう、もう今ちなみに今11分ぐらい、うん、なんかだってもう一口目で無理と思ったもんな、うん、意外とこの皮がごっつりしてて、ってことで、まあこれからゆっくり時間かけて食べます。チャンネル登録よろしくお願いします。リベンジします。明日。